ありがとうございます。はい、というわけで、今日はですね、久々やってまいりましたグナトークライブということで、まあ、グーナーをお呼びしてですね、グーナーになったきっかけであるとか、なぜこんなご時世にアーセナルを追いかけているのか、沼にはまったのかみたいな話をお聞きするっていう、定期的にやっていたトークライブなんですけども、まあ、今年一発目、新年一発目ということで、スペシャルゲストに来ていただきました。はい。というわけで、ちょっとお呼びしてみたいと思います。今日のスペシャルゲストはですね、野沢ペストンサービス、駆除班、仮面ライダーアマゾンズの最重要人物、前原純役にしてアマゾンシグマの朝比奈ひろしライダーグーナーでございます。ライダーありがとうございます。あ、いや本当にありがとうございます。朝比奈ひろしです。よろしくお願いします。いやよろしくお願いします。ライダー2度目ということで、本当にそうですね、はい、こんなね、バツエの YouTube チャンネルに本当に来ていただいてありがとうございます。いやとんでもないです。本当ありがとうございます。めちゃくちゃ恐縮でしかないんですよ。いやいや、こちらこそです。本当にありがとうございます。いえ、まあ、皆さんね、見ていただいたら分かると思いますけど、ちょっとね、おかしな格好してらっしゃいますんで、まあ、そういう方なんですよ。実はあと、Twitter とか見ていただくと分かりますけども、そういう画像しか上がってません。そうですね、確かに本当に俳優なのかと。ただのグーナーが俳優をやってるって、俳優がグーナーじゃなくて、グーナーがたまたま俳優をやってるっていう、そういうことです。そういうことですね。いや、まあまあ、あながち間違ってはないかなとは。だって僕のツイッターだってほとんどもうアーセナルのことしかつぶやいてないですからね。そうなんですよ。そうなんですよ。っていうか、うん、ポイントとかもつけてるじゃないですか、試合後の。はいはい、やってます。スタッツ全選手の、出場した選手のまとめはもう画像からも引っ張ってきて、そのヒートマップもつけてっていうのはやってますね。はい。なかなかそんなことやってる俳優さんいらっしゃらないと思うんですけどね。あの、皆さんのいないから、もうやろうと思って僕が。ありがとうございます。皆さん、あのライダーの Twitter アカウントはあの概要欄に貼っておきますので、ぜひあのチェックってみてください。ちょっと、あら、何なのかな、この人、あらって思うようなね、書いてある。まあ、まず俳優って思う人はいないですね、多分。ツイートを見て。いないでしょうね。あんまいないですね。もうちょっと思わせた方がいいかもしれない。匂わせていった方がいいかもしれないですね、俳優の方が、ね。そうですね。まあ、でもなんかそういう、なんだろう、その番宣みたいのしても、どうせアーセナル関連の方がツイッターが多くなっちゃうんで、どうせ埋もれちゃうんですよ。差がすごいから。そうですね、どうせ流れてっちゃうんで、1週間とかで。まあそうですね、ツイッターってそういうものですもんね。だからもうしつこくあれですよ、しつこくもう何回も自分のやつをリツイート、リツイートでしていくしかない。そうですね、もう。繰り返し。はい。はい。じゃあちょっと今日はその、朝比奈ひろし、ライダーグーナーを迎えしてですね、ちょっとグーナートークライブということで。新年一発目、本当にゲスト、スペシャルゲストということで、よろしくお願いします。ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。そして、まあ、あの僕サイドの人は、僕のことは 何者かっていうの分かってると思いますけど、そのライダーサイドの、ね、方が、誰やねんと、こいつと、あの思われてるのは僕、重々承知しているので、ライダーサイドの皆さんにですね、ちょっとだけあの自己紹介させていただきますとですね、はい、こいつ何者だと。ちょっと簡単な自己紹介させていただきたいと思いますけども、あの私、ロンドン在住 のサルと申しましてですね、アーセナルっていうですね、まあ、今ライダーが来てらっしゃる世界最高峰、いや宇宙最高峰のフットボールクラブの出家信者やらせていただいております。で、まあ、簡単に言うとですね、そのアーセナルのせいで、日本に帰れなくなってしまった非国民ということで、お見知りおきいただければ幸いなんですけども、まあ、日々その僕ブログとか、あ、サルのプレミアライフっていうブログとか、あのこの YouTube で、一人でもですね、多くの、日本人の皆さんを救うべく日々人類救済というですね、布教活動を励まさせていただいております。よろしくお願いいたします。まあ、見ての通りですね、怪しい人間でございます。そして今回なぜこんなトークライブスペシャルゲストもらえてね、
トークライブをやってるかと申しますとですね、その地球人口の2人に1人がどうやらグーナーであると。グーナーというのはアーセナルサポのことなんですけども、2人に1人がグーナーっていうのはすごい確率ですか、これ。で、その2人に1人がグーナーと呼ばれている昨今ですね、このアーセナルというクラブはめちゃめちゃタイトルから遠ざかっているにもかかわらず、この世にはアーセナルというですね、クラブを応援しているアタオカの皆さんが結構いらっしゃるということって、なぜ人はアーセナルという沼にはまってしまうのかという謎や疑問を掘って掘って掘りまくって解決していこうという、これがこのトークの趣旨でございます。で、ちょっとアタオカの一人がこの今回ね、朝比奈ひろしライダーということで、どう考えてもおかしな格好してるんですよ。だってこのジャージの方見てください。ライダーが着てるジャージ、これ速攻売り切れたやつですからね。僕買おうと思ったらもうなくなってましたもん。すごかった。あ、本当ですか。そう、あのちょっとダサいじゃないですか。ちょっとそうですね。で、気持ちダサいでしょ。というのは、それはまあリバイバル品だからですけど、ナインティーズとかもう昔のレトロのやつの復刻版だからなんですけど、でもそのちょっとダサい感じが今新しいんですよね。でも僕はその90年代の そういう感じのダサさ、例えば90年代のスキーウェアみたいなダサちょっと入ってるでしょ、あの私をスキーに連れてってっていう映画見てください。クソダサいスキーウェアみんな着てますから。でもそれが今着ると多分新しいんですよっていう話のやつと同じようなノリでちょっと出てるんですけど、だから僕はその90年代のノリを分かってたんで、あ、まだ大丈夫かな、まだ余裕で買えんなと思ったらもう速攻売り切れてたっていうのを、どこで買ったんですかそれ。俺、渋谷のアディダスで買ったんですよ、はい、で、その前に僕もなんかちょいダサだから残るかなって正直余裕持ってて、そうそうそうですね、そしたら発売されてから多分1週間ぐらいでまず ZOZO タウンのアディダスで、このジャージがもう XS から XXSL ぐらいまで全サイズが売り切れて、はい、で、アディダスの公式の、オンラインショップでも全サイズ売り切れて、はい、で、カモの店頭もオンラインストアも全部完売してたんですよ。そうですよね。なんかカモなんて1日2日3日ぐらいでもなくなってましたよ、確か。いや、そうですよ、そうです。ですよね。はい、だからもう、あ、終わったって思って、はい、で、その、まあ本当無理を承知で、そのアディダスのオンラインで電話をしたんですけど、はいはい、でもやはりない、在庫がない、うんうん、で、でもツイッターでこの画像を上げてる人結構見てたんですよ、はい、届いた、買ったって。あ、届いた報告ありましたね。はい、でもめちゃくちゃ羨ましくて、本当になんか不思議と見れば見るほどかっこよく見えてきて、そうなんだよ、はい、そうなんですよ。いや、本当不思議でそうなんですよ。でも、もう本当になんか店頭の取り置きも他の方がもう取り置いてるんで、はい、これ売れないですみたいな感じで。あ、なるほど。だからもしその取り置いてる方がキャンセルをすれば、うん、買えますよっていうふうに言われて、うんうんうん、で、僕も O サイズと L サイズの取り置きがあったんですよ、はい、で、売れなかったら連絡しますって言われて、はい、で、多分それで1週間ぐらい経っても連絡来なかったんで、はい、あ、もう買えずじまいだと思ったんですけど、はい、本当1週間後ぐらいにアディダスから電話が来て、取り置きのキャンセルが出たんでどうしますかっていうふうにわざわざ聞いてくれて、でももう今すぐ行きますって言って、はい、もうその日に買いに行って、でもちょうど L サイズ、本当ジャストのサイズで、はい、でもあの時にもう2021年の本当30日とかかな、12月、はい、でも本当その年最後の買い物がこれになって、うん、本当にこれ以上ないいい年の締めになったなっていうのはめちゃくちゃ思いましたね、これ買って。めちゃめちゃいい買い物しましたね。めちゃくちゃいい買い物しました。本当、多分2021年一番と言っても過言じゃないぐらい。よかったっすね。いや、本当これ買って、本当になんか画面越しで見てますけど、めちゃくちゃかっこいいですね、いや、そうなんですよ。だから俺見れば見るほど欲しくなってくるパターンのやつですもんね、それ、うん、いや、超かっこいいですね、これは。そうなんですよ。いや、だから偉大でしたね、あのレトロっていうのは。
本当に。いやー、最近多かったですもんね、何かとレトロのものって、うん、ホームインにも去年か、そうそうそう、レトロのやつ売ってましたし、うんうん、いや、アディダスレトロ出すの、あの、得意ですよね。だからこれもそうだ、ちょっと待ってね、はい、ほら、もうこれとか、あー、そうですね、バナナパンツですけど、バナナパンツ、はいはいはい、とかこれもレトロの腐ったバナナっていうね、ブルーズでバナナっていう自分たちで言っちゃうっていう、うん、いや、こっちでも持ってないですからね。あ、そうなんですね、うん、こっちはさすがにと思ってたんですよ。だから日本は、うんうんうん、その在庫が少ないんだろうなと、毎回在庫ほら、うんうん、日本で少ないんで、それでかなと思ってたら、うん、そっこなくなってたんで、在庫少ないにも程があるんだろうとか思ってたら、こっちもなくなってたっていう。でも全世界的に多分売れ筋だったんだと思いますよ。いや、それも今シーズンのウェアとか本当に、うん、多分今までで一番売れたんじゃないかぐらい欠品してるもの多くて、はい、それこそこの青のユニフォームとか、ね、全然なんかサイズ、はい、なかったりとか、あと今季のキーパーユニフォームもジュニアもか、ジュニアも含めて全部ソールドアウトってなってたんで、はいはいはい、ここまで欠品してるシーズンはなかなか見なかったなって思うんですよね。そうっすね、うん、あの日本で、ホームシャツ、まあ、冨安とかが売れるのはまあなんとなく分かるんですけど、うんうんうん、キーパーシャツは現地のショップでも欠品してますからね。ってことはこれ完全ラムズデールなんですよ。そうですね、完全ラムズデール、完全ラムちゃん。やっぱ選手追ってくんだなと、みんなって思いました俺。いや、まあ、あの活躍とかキャラクターを見ても、うん、まあ売り切れるのはまあまあ納得しちゃうみたいなところはありますね、やっぱり、うん、だってキーパーなんてずっと、まあ、大体残りますからね。そうですね、大体セールの時でも買えましたし、買えたじゃないですか、うん、年末でもなかったですから、年末というか12月頭でもないって言ってましたから、だからもうよっぽどやろうなと。いや、よっぽど作ってなかったのか。ああ、そうですね、確かに。どっちやろ。うんうんうん。いや、でもまあ俺はこれはもう完全にラムズデール効果だと思ってますけどね。いや、僕もそう思います、うん、まずそう、このシャツなんですけど、そう、このシャツ何がすごいって、その実はこれドットでできてるんですよね、この点がね。わかるかな、近づく、遠目で見るとただのビックリマンなんですけど、うん、そうですね、角度でこうなんかキラキラしそうなビックリマンシャツなんですけど、実はこれ近づくドットなんですよ、うん、っていう、その仕事っぷり、うんうん、それがやばいなって思いました俺、アディダス、あ、力入れてんなと。こうやって見るとね、ただキラキラしてるシャツに見えるじゃないですか、あの遠目で見るとね、うんうんうん、実はないんだと。この仕事っぷりがちょっと僕だ、思わずもう一目惚れですよこれ。なんかその最初は評判的にはなんか、うん、何それとかって、まあ世間的にはね、まあ言われ、僕は耳にしてたんですけど、これを間近で見た時に、いやいやいやと、とんでもねえぞこのシャツって、もう速攻で買っちゃいましたもんね、うん、その僕基本的にはだいたいホームぐらいしか買わないんですよ、これまで、ね、ナイキ、プーマってホームぐらいしか買ってなかったんですけど、うんうん、アディダスになってから他のも手出すようになってきましたもんね、っていう。なんかアディダスになって、なんだろう、ユニフォームへのこだわりというか、うん、なんだろう、他のクラブはねちょっとわかんないですけど、なんかアーセナルすごい異様なこだわりというかデザインがすごいことで、そうなんで、で一説にはそこに関わってんのがベジェリン説。いや、これあながち嘘じゃなくてですね、あの、うん、ベジェリンとお友達の人が知り合いにいて、その人がプロと言うてました。本当ですか？言うてたんですよ。あの、クリエイティブやってんのベジェリンなんですよつって。なのでそのわかんないですよ、ベジェリンが離れたらクリエイティブベジェリンがやめんのか、またまるっきり違うシャツなのかしらわかんないですけど、その一応まあクリエイティブの統括的なことをベジェリンがやってるんですよ。でもいいのかな、これ言って、でもその人
公にしてから大丈夫だと思うんですけどね、まあ、別に違ってても別に何のページには害はないんでね、うんうん、まあ一応その人言ってましたよ、そんな感じで。そうなんだ。だからまあなんとなく分かるんですよね、なんとなく、ね、確かに、うん、確かに。まあでもだから来期どうなるかって感じですかね。来期もこの路線だったら、まあ、ベジェリンが引き継ぎそのクリエイティブっていうのか、うん、その、うんうんうん、ほらベジェリンってその副業を結構いろいろやってるらしくて、はい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 、で最終的には日本でもビジネスしたいみたいなこと言ってるらしいんですよ。あ、そうなんですね、うん、そのお母さんがデザイナーで、で、もともと日本の会社だったか日本と取引だったか、なんか日本と仕事してたことがあるらしいんですね。で、日本人は素晴らしいからみたいなことを叩き込まれてたらしいんですよ、子供の頃から。で、なんかそういうので日本とも縁があってっていうことで日本と、まあ、仕事をしたいみたいな。だから最終的にもしかしたら神戸とかね、うん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 、いや、わかんないですよ。だどういう形で仕事するのかわかんないですけど、みたいなことを、まあ、ベジリンは言ってたと。豆情報ですけど、ね。すごい。初めて聞いた。あ、すごいですね。だから、ベジリンお忍びで日本行ってるらしいんですよ。何回か。そうなんですか。そう。で、その人が、いろいろ日本を案内してたっていう話を聞きましたけどね。だから、顔のでかいなんか、スペインっぽい人がいたら、ベジリンの皆さん声かけて。おしゃれな、奇抜なファッションをしたスペイン人がいたら、ね、多分ベジリンなんで、うん、声かけてあげてください。そうなんだ。そう、お忍びで行ってて、だからその、コロちゃんがなければね、多分、毎年行ってたんだと思いますけど。うん、だ意外とその、関係者が、日本にお忍びで行くみたいなことってありますよね。シチスニーもなんか日本のホテルに泊まってる写真とかアップしてたりしましたもんね。あの、オフの日。そうなんですね。うん。あとね、その面白い話があって、これいいのかな、言っていいのかな。まあ、どうせか、ちょっと後で考えよう。これ言っていいのかどうか、後で考えよう。僕の知り合いが、あるショップの、まあ、その、スタッフをやっていて、で、その人は、めちゃめちゃエジルの、まあ、アーセナルサポなんですけど、アーセナルの中でもエジルが好きだったんですよ。で、エジルを追ってる、たんですよ。で、こっち、ロンドン来た時に、エジルが行きつけのケバブ屋があるんですよ。はいはいはい。必ずそこにその人は行ってたんですよ。で、だから毎年試合、アーセナルの試合を見るたびに、そのエジルの行きつけのケバブ屋行ってたんですけど、そこのケバブ屋で、毎回代理人と会うんですと。エジルの。だからその人は、代理人の顔も知ってるぐらいエジルファンなんですよ。で、あ、代理人いるっつって、一緒になんか写真撮ってもらったりとかしてたんですよ。で、それを何年か続けてたんです。で、あ、また来たの、あ、また来たのと。まあ、今年も来たのみたいなぐらいまで、まあ、関係性が深まったと。で、ある日、まあ、日本帰って、まあ、働いてるじゃないですか。で、ショップで働いてたら、見覚えのある顔がこう来たんですって。そしたら、その人が、その代理人やったんですって。で、あれ何してんのこんなとこでっつって。いや、私、ここで働いてるんですっつって。あ、本当っつって、もう正式に名刺もらって、で、エジルのボックスシートに招待してもらうっていうことがあって。すごっ。で、その招待に僕も乗っからしていただいたっていうね。本当にありがとうございます。サルさん来ますとか言われて、いいんですかなんて。だから人間ね、出会いはどこに転がってるかわからないですよ。ほら、さっきライダーほら、一歩踏み出す勇気って言ったじゃないですか。はいはいはい。まさにそれなんですよ。やっぱ人間どこに、だから自分が踏み出すことで広がる世界ってあるんですよ。うん、思いましたよね。いや、これカットしたくないんだけど、いいよね。大丈夫かね言って。大丈夫だよね。話してないからいいよね。多分大丈夫だと思います。ね。これはもう伝えたい、こういうことは本当に。そういうことなんですよ。やっぱ。別にその人は欲を持って、別にそこに通ってたわけじゃなくて、あ、ここがエジルの店なんだ、みたいな。エジルが行きつけの店なんや、みたいな。
って言ってたら、まあ、たまたまそのマネージャーさんいてみたいな、うん、ことなんですよね。まあ、そういうことがありますんで。だから、大体何も間違ってないですよ。何でも流したことは何も間違ってないですよ。それきっかけでね、その覚えてもらえたわけじゃないですか、やっぱね。そうですね。で、まあその、ライダーで行くと、アマゾンアルファ。はいはい。赤い人もグーナーだっていうね。前回その、まあお話しさせてもらったとき、そういうお話聞きましたけど、そういう感じでなんかこう、隠れグーナーみたいな人いないですかね、はい、もっと。芸能関係で。そうですね。この人知り合いだと、誰だろうな。あ、そうだ。それこそ、その演者側ではないんですけど、はい、その今回僕が出演させていただいた夜行漂流っていうドラマの監督がグーナーだったんですよ。そう、その話聞かれた。あ、どうしよう、夜行漂流の話しますか。じゃあ皆さん、あの裏話というか、そうですね、あ、皆さんちょっと事前に言っておきますけど、この、はい、今回、まあ、僕トークライブっていうことで、ライダーをですねちょっとお招きしたのは一つ理由がありまして、ライダーがこの 年始のドラマに出演されるということで、ね、ぜひそれの告知も兼ねてぜひ出てくださいっていうお願いだったんですよ。お願いさせてもらいまして、MX テレビですね、夜行漂流、ミッドナイトジェリーフィッシュっていうドラマに主役級と言っていいんですか、これ。まあ主役ですね。主役で、じゃあもう主役で出演されるっていうことで、はい、でこれはまあ MX テレビ多分、ご覧になられない方もいらっしゃると思いまして、エリア的な問題で一部の地域の方はご覧になられない方もいらっしゃると思いますが、ご安心くださいと。 MX テレビのアプリを使えばもしかしたらワンチャン俺も見れるかもしれないってことで、ちょっと僕はもう後からチェックしたいと思いますん で、 そうですね、うん、っていう、ドラマにですね今回ライダーが出演されるということで、で今回そのドラマの話もちょっとしてくださいよとお願いだったんですが、うん、そのドラマの監督がグーナーであると。はい。ほんで、で、どういうきっかけでその、はい、僕を見つけたのも、うん、このサルさんとの YouTube なんですよ。そんな見てる人いるんや。え、なんかもともと僕のアーセナルの、ね、見てる人いた。ツイートとかは、で見てて、ああ、この子グーナーなんだな、みたいな感じは見ていてはくれたらしいんですけど、うん、でも僕にオファーするきっかけってなったのがこのサルさんとの YouTube ライブだったらしいんですよ、うん、いや、あの時にねライダーに出演してもらってこんなこと言うのもあれなんですけど俺の YouTube なんてバスエすぎて誰も見てなかったわけですよ。誰も見てなかったわけ。それがそんな見てる人いた。ありがとうございます。いましたね、本当に。ありがとうございます。よくあんなバスへにあのライダーも出ていただいて、本当にありがとうございます。今はね、多少、もうちょっと見る人が増えましたね。あの時は、登録者が多分、1000人、2000人ぐらいしか多分いなかったと思うんですけど、今、富安大先生のおかげですね。1万2000人ぐらいまで行きましたので、本当に。富安先生、ありがとうございます。富安先生。頭上がらないですけど、だから足向けて寝れないですけど。だもうちょっと見てもらえる人が増えたと思いますね、今回は、うんうんうん、そのアプリのダウンロード数が、前はもしかしたら1だったかもしれないけど、今回は10ぐらい行くかもしれない。うん、ね。ぜひよろしくお願いします。MX テレビ。これ、概要欄に貼っておきますね。やらないといけません。でも、それを見て、オファーするってすごいですね。いや、僕もそれ言ったんですよ。いや、なんか、あの動画を見て、うん、なんか僕がアーセナルについて語ってる姿が、うん、とても印象的だったらしくて、はいはい、なんか好きなものに対する情熱というか、愛っていうものがすごい伝わったらしくて。いや、だからその僕が、はい、たこ焼き TV 見たときに、はい、松田さんの愛が半端ねえと思いましたもん。いや、そうなんです、そうなんです。思った、確かに。
で、なんかそれを見て、今回の僕の甲斐っていう役なんですけど、うん、と、あ、彼ならっていうお話でオファーをいただいて、はい、グーナーのディレクター、プロデューサー、あ、監督の皆さん、アマゾンズやってますか、皆さん。朝比奈ひろし、一つよろしくお願いいたします。でもこれも見てますよ、だから。あ、どうすか。あ、でもこれも見てると思います。ありがとうございます。よかった。やってよかった。ですね、ちょっとやってよかったです。俺もなんか、本当にあれ、本当によかったです、俺も。なんか、本当にありがとうございます、本当。いや、もう本当に。いや、まさかこういう形で。ここ、まあ、何回も言うてますけど、やっぱ、本当に、僕みたいな人間が、そういうライダーみたいな人をお呼びするっていうのは、めちゃめちゃ恐れ多いのですよ。マジでね。こう見えて、何回も言ってますけど、こう見えて僕めちゃめちゃ常識人ですからね。めちゃめちゃ常識人ですからね、こう見えて。実は。こう見えてめちゃめちゃ常識人なので、その、俳優さんとかタレントさん的な人をですね、ノーギャラで何かに出てもらうっていう無謀な感じ、これのひどい話、それがひどいことだっていうのはめちゃめちゃ俺分かってるわけですよ。分かってるんです、実は。そこに出ていただいて、ようやくなんかそこにつながったっていうのはなんか本当に胸の使いがようやく取れたような気がします。ありがとうございます。いや本当にもう何があるか分かんないなって本当に思いましたね。分かんないですね。うーん、いや本当よかったですね。いや、まあ、そのドラマの内容自体っていうのはまあちらっとどんな、まあ、触りだけ、はい、全部多分言うとあれだと思うんで、触りだけどんな感じの、うん、ふわっとした感じでいいんで、まあ、すごいふわっとした感じで言うと、まずその群像劇っていうもので、うん、その一夜の出来事がその各種メインの僕含め他のキャストの方の視点でそれぞれ描かれて、でそれが同時進行で思わぬ形でそれぞれ関わり合っていくっていうような話の流れなんですよ。はいはい、うん、でそれこそ僕が実はここにいたとき違うキャラクターがここにいてこんなことがあって、でここの違うところに起きたキャラクターのところに僕が行ったらそこがすれ違いで、その場で僕がまた新たな出来事に直面するっていうような形なので、時系列とかそういったものでは、はい、まあ、楽しんでいただけるんじゃないかなっていうのは思いますね。はい、ありがとうございます。で、なんかその面白話か、はいはい、面白話がいっぱいあると、おぎさん。そうですね、まあ、まず、まあ、なんといっても、まあ、僕、ね、演じる甲斐の衣装なんですけど、衣装、衣装、これなんですよ、これ、現物です。中に着てた。はい、中に着てました、ベストの中に。インナーがどう考えてもおかしいと思って見てましたよ。写真はね、写真は拝見してたんで。はい。だ、自前のやつを着てたってことですよね。まあ、自前っていうより、これ、うん、その、監督がプレゼントしてくれたんですよ。あ、そうなんですか。はい。これが本当にその時着てた衣装で、はい。で、僕がウォールアップするときに、ああ、じゃあもうこれを起点に持ってっていいよっていうふうにおっしゃってくれて。いや、監督、衣装でそのやつを準備するって。どんな頭のおかしな人なんですか。なんかもともとその、まあ、グーナーっていう、ね、元でその初めて顔合わせ行った時に、はい、その今シーズン発売されたここに白の T シャツで、ここに大砲のマークとアディダスのマークがワンポイント、ね、T シャツあったじゃないですか。ありました、はい、で、あれの上にジャケットを着られてて、うんうん、あ、もうその時点で、あ、その時も挨拶行ったりするの、あ、本物のグーナーだ、あー、こういう方なんですか、あ、こういう方なんですねって、まあお察しですねっていうような感じだったんですよ。なるほどなるほど、はい、でその時にその衣装の相談があって、うん、で最初ユニフォームじゃなくて、そのそれと同時期に発売されてた赤と黒のあのレインジャケットみたいなものが別であったんですよ、うんうんうん、
で、それもめちゃくちゃかっこよくて、衣装映えもするし、うん、いいんじゃないかっていうような感じだったんですけど、うん、まあ、その他もろもろいろいろ考慮した結果、それではなくて、この黄色、うん、すごいその映える色だったので、うんますねうん、だからこの黄色のユニフォームが一番いいんじゃないかっていうので、結果的にこのアウェイユニフォームってなったんですよ。だから僕もこれいただいて、背番号も入れまして、うん、何番でしょう、何番でしょう。僕が入れたのは、うんまあ、本当僕もこれもう逆張りなんですけど、うん、